こいつらを決して逃がすな。門を閉めろ。やはり閉じ込められ、奴から逃れるための仕掛けた。あの仕掛けは悪魔。この娘を守りながら時間を稼ぐとしよう。そうです。娘、よけろ。え、何？伏石だと。今の音は何だ。銀河仏教、ご無事ですか。よし、門が開いた。奴が身動きできる隙に逃げるぞ。岩が邪魔で奴らは応援な。だがそう簡単には逃げられんぞ。お主、一体の封鎖は終わっているか。は、北東の道を除いて完了しております。そこもすぐ。そこへは俺が行こう。封鎖が終われば奴らを行かせるな。ねえ、崖だよ。このまま登るのは恥ずかしい。あの柵を壊して岩を落とせれば足場が出る。さらばだ。柵を、あたしの火矢で燃やしてあげようか。お主、火矢が使えるのか。そうだよ。準備にちょっと時間がかかるけど。さらばだ。なるべく急いでくれ。その間は俺がお主を守ろう。任せておくれよ。守れ。さらばだ。それにしても、偶然落石が起こってよかったね。偶然ではないさ。あんなのは仕方ない。え？あの落石はあんたが起こしたの？妖術か何か？妖術など使わずとも、あのくらいのことはできない。川紐と木片を使ってな。てこの原理に応用だ。よくわかんないけど、あんたって頭いいんだね。さらばだ。まあ、大抵の人はそう言ってくれる。さらばだ。さらばだ。この岩を足場にして崖を登るぞ。あんた結構強いんだね。ちゃんと私を守ってくれたし。なんだこいつら、この崖を登ってきたのか。まさか崖下の奴らは全滅。逃げろ。カノーネ、こら、逃げるな。奴らを食い止めろ。くそ、銀河免許へ伝令を出せ。それから逃亡兵が開けた門も閉めておけ。はっ、こことこの先の門は閉めておきます。せっかく開いた門を閉められては困る。時間もない。門が閉まる前に通り抜けるぞ。
ここが北東の道か。見たところまだ封鎖は完了していないが、銀仮面の君はお待ちかねだったようだな。気づいたかヘボガカ、先ほどのような騎士はもう通用せぬぞ。俺と会ったのが運の月だ。伝令が片付いた。北東の道へ急ごう。お前はここで終わりだ。ご覧いただこう、これぞ芸術。今日のところは引いてやる。芸術を理解せん奴らの。どこまでも王に逆らうか。ヘボガカメ、よし今だ、逃げるぞ。わかった。